サクマ式ドロップってプロレス技だと思ってた。しばゆです。楽しくない？絶対ホタルの光プロレスバージョンみたいな。節子が女子プロレスラーになって、出た節子のサクマ式ドロップだみたいな。今日はね、あーちゃんがいつもアイナンズキッチンって言った料理作ってるでしょ。それはね、たまにはね、僕は作ってあげようと思って。イエーイ、しばゆの男飯のコーナーでございます。イエーイ。あーちゃんはそこのソファーでぐだらびやーんってしてます。おいしいおいしい焼きそばを作っちゃうぞー。ありがとう。ギャラクシー焼きそばだけどな。でも焼きそばを作るときはね、やっぱ宇宙モードにならなきゃいけないね。変身はい、ギャラクシーシマユと。何が変わったかわかりますか皆さん。そう、正解。ここにガムテープを巻くことによってね、あの輪っかを演出してます。皆さんもガムテープを巻くだけで宇宙モードになれるんでね、やってみてください。邪魔だな。まず使うものはね、なんと紫キャベツ。そしてなんでこんなに俺の口が君たちのカメラに近いかというと、これは嫌がらせ。いや、すごい。これやばくないですか、これ。以上、用意、スタート、4万、多いよ。外の部分を剥いていきます、ライカピスタチオ。見てこれ、とんでもない色素。もうなんか手が紫になってきたんだけど。この残飯はどうしよう。いつか犬を飼い始めた時用に取っとこうかな。美味しいものを食べさせてあげたいよね。真剣にやります。普通に手順とかが難しいんですけど、やっぱりまあ手順をざっくり説明しますと、キャベツと水を茹でまして、キャベツがふやふやになってきたら焼きそばを入れる。以上ですね。まずい。紫キャベツをちぎっちゃいました。どんでんどんでん。フライパンにキャベツを入れて水を引くことに成功しました。ここまで工程、普通の人だと3年ぐらいはかかりますね。火にかけていきたいと思う。僕はどうやらギャラクシーユースケじゃなくてマッドサイエンティストユースケだったようですね。レッツギャラクシー。ああああ、何？なんもないよ。見た目は重要じゃない。でしょ。うん。ちなみにこのギャラクシーユースケ iPhone を使ってます。なんでそんなにギャラクシーの話してんの？なんか俺は宇宙好きだから。え？俺宇宙好きなの？気持ち悪。ここでマッドサイエンティスト柴田のワンポイント宇宙。宇宙っぽいんですけど、やっぱりあーちゃんが好きな色ではないですね。でも化学反応によってあーちゃんの大好きな色にすることができます。お、ほら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 、ハッピーサイエンス。この紫キャベツにね、酢を入れるとピンク色にね、ギャラクシーチェンジすることができるんです。ギャラクシーチェンジしたはいいものの、お酢を大量に投入したんでやばい匂いになってますね。ギャラクシー湯切り、やばい匂いやばい、宇宙すぎる。最後にね、このギャラクシークレイジーソルト、ギャラクシー焼きそば、ピンク色で可愛くてあーちゃんが喜んでくれるんじゃないでしょうか。じゃああーちゃんに食べさせてみようかな。これでね、隠してあーちゃんに開けてもらいましょう。あーちゃん、できたよー。イエーイ。ねえ、これやめてよ。パカって開けるやつがあったら美味しそうでしょ。開けてみてください、どうぞ。はい、じゃーん。すごい、なにこれ。ピンクだ。あーちゃんの好きなピンクだよ。ありがとう。これはギャラクシー焼きそばっていうんだよ。すごっ。宇宙感じた。キャリーパメパメとか食べてそう。原宿にありそう。すごいの作ったな。これで味が美味しかったら最高だね。じゃあいただきます。はい。うん。まずっ。いいんだけど。キャベツは普通？うん。内臓紫になりそう。あ、別にまずいじゃん。いけるいける、まずい。まずいまずい。おかしいおかしいおかしい。いやでも色はめっちゃ可愛い。ということでね、あーちゃんは無事にまずいと喜んでくれました。うん。すごいまずかったです。うん。皆さんも自由研究、嫁へのプレゼント、NASA への贈り物、もろもろ、ギャラクシー焼きそば作ってみてはいかがでしょうか。ちなみに、サッカー選手のプジョルっていう選手してますか。これで終わり。おいおいおい、マジか。